つばさんにマラソンに関するお悩みや疑問をたくさん聞いていきたいと思います。はーい、よしだいお願いします。私からいいですか、はい、いきなりなんですけど、走る時にスキンケア、お化粧とかってどういった部分に気をつけていけばいいか教えていただけないですか。それは汗で落ちる力とかやね。あ、汗で落ちます？普段走ってる時結構もうドロドロですね汗すごい出る。すごい出ます。皆さんどうしてるのかなと思う。いや、選手はもうノーメイクです。日焼け止め塗るだけ。はい、日焼け止め塗るだけでもある程度テカリとかなんか抑えられる感じなので、選手の時は日焼け止めだけで、他はほとんどメイクしてないけどみんな肌綺麗。ノーファンデで肌綺麗でしょ。でも確かに綺麗になったくない、走り出して思いました。ちえさんと会った時になんか肌のトーンがすごい明るくなる。ゆうちとなってほんまに肌透き通るよう な, なんかオーラを感じました。ほんまにオーラ出てる、嬉しい。というのは走ることによって血流が良くなって肌のターンオーバー、このサイクルが早まるんですって。ほんまに、でさらに汗をかくから、汗とともに老廃物がこう出るのでデトックス効果で肌のコンディションが抜群になるんですよ。やっぱ走り出すとそういう効果があって、今肌がいい状態じゃないのかなと。どんどん走っていかないといけない。今冬場じゃないですか、はい、冬場のランニングウェアとかがすごい気になってて、走ってたら暑くなるんですけど最初やっぱ寒いじゃないですか。そう、ね、大事大事これ、体温調節、最初やっぱりね寒いので、できれば着脱できるアイテムを用意していただくといいと思うんですね。暑くなった時に例えばネックウォーマーとかアームウォーマーとか手袋1枚するだけで、これシャツ1枚分、長袖 T シャツ1枚分着た、それぐらいの効果があるの で最初つけといて暑くなったらちょっとパンツに挟んだりして取る、こういう体温調節がおすすめですね。あとはね、塗るもの、これも効果が実はあって、はい、ワセリンって聞いたことあります。薬局なんかに売ってるんですけど、ワセリン、これも万能選手で、塗ると保湿とか保温効果があるんですよね。でホットクリーム代わりにもなるし、あと走っていて豆ができると、これ痛くてね走れないと思うので、豆ができやすそうなところにワセリンを塗るとできにくいっていうふうに言われているので、そんな風に使用してもう全身塗っていただいてもいいんじゃないかっていうぐらい万能選手ですね、ワセリンは。ぜひ練習の時から試していただいて、合わないもねあるかもしれないので、練習の時にその効果を実感していただけたらなと思います。チエさん何かありますか。気持ち的にもう今日走りたくないなみたいな時あるじゃないですか。あるあるやね、それも。誰でもあるよ。そういう時どうしたらいいのかなっていう。でも走れへんことにもなんかちょっと罪悪感じゃないんですけど、はい、そういうのもあって。練習って皆さんどれぐらいの頻度で行ってますか。最初の方とかは週に3回とか結構やってたんですけど、最近はなんかちょっとサボり大変大丈夫1週間ぐらい走ってない。走ってない1週間も大丈夫なんかそういう気持ち乗らない。スランプとかどうやって乗り越えたらいいかなって。これはちょっと大問題ですね1週間走ってないって。でもそんな時にはやっぱり未来志向でいきましょう。未来志向で、はい、未来の自分がゴールした姿、肌が美しくなった姿かっこいいガッツポーズ、こういう未来の姿を思い描いて、じゃあなるためには今何が必要かっていうことを逆算して、
コツコツ準備を積み重ねていくことが大事なのかなと思います。マラソンにまぐれはありません。もうレーススタートラインに着いた時に結果は8割ぐらい決まってる。学校のテストと同じやね。もう始まる前にどれだけ準備ができたかっていうのでテストの点数もね、変わると思うので、どれだけ準備ができたか、これがもう全てと言っても過言ではないと思うので、週に最低2回は練習をしていただいて、しっかり足作りをしていきましょう。おお完走したらご褒美。あ、そうだね。それをちょっと、そう、未来に、ご褒美を思い描いて未来志向で乗り越えていきたいと思います。はい、結構10キロ、10キロまではいかないかな、7キロとか8キロ走ったら次の日結構筋肉痛になるんですけど、そういう時はもうほっといた方がいいんですか？なんかあんまり下手に動かしたりしない方がいいんですか？はい、まあ、足のケアをしっかりやっていただきたいなと思うんですが、まず走り終わった日にアイシングって聞いたことあります？はい、冷やす、まあ、そういう筋肉痛って軽い炎症でもあるので、まあ、簡単な方法だとお風呂の時に冷たいシャワーを張っている、足がちょっと疲れているなと思った部分にかけてあげて、で交代浴って言って冷たいお水をかけて次にあったかいお湯に浸かって、またその後に冷たいシャワーを交互にやってあげると血流が良くなって筋肉痛がこう少なくて済むなんていう方法もありますし、あとはテレビを見ながらとかストレッチ運動をしっかりなと思います。逆に準備運動とかってどういうことしたらいいとか。走る前はできるだけ動的な動きのあるようなストレッチ運動で筋肉を温めてあげて、動きやすくするようなことをこの後実践のトレーニングの中でもやっていこうかなと思ってるんですけど、で走り終わった後はさっき言ったようにテレビを見ながらとかでもいいので動的とは対照的に静的なちょっとヨガ的なゆったりと呼吸をしながらじんわり伸ばすようなそういうストレッチ運動が適しているんですね。千葉さんは走るときに水分補給とかってどうされてますか？水分補給、これはやっぱりレースの時はトップ選手と同じように走りながら給水を取るっていうことになるので、非常にこれも難しいと思います。止まっているものを走りながら取るわけですから結構これミスがあるんですよね、トップ選手でも。だから実際に1回ぐらいは練習した方がいいんじゃないかと思いますね。取る練習ですか？取る練習もそうやし、速いスピードで走りながら飲むっていうのもなかなかこれ難しいと思うんですね。確かに簡単そうに見えるけど、そう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 、できへんか。やってみたら結構なんか鼻に入ったとかあると思います。私ずっと止まって飲んでました。ポケットに入れて、で乾いたなと思ったらウォーキングにして飲んでってやったんで、ついから走りながらこうします。そうですね、ちょっとでもやっぱりタイムロスしないように走りながら飲んだ方が、いいかなと思いますね。レース本番なんですけど、当日走る前にどれぐらい、なんていうの、カップアップってどんなぐらいしたらいいですか？いやー、ウォーミングアップはね、もうほんのちょっとでいいと思うよ。もったいないから。そうですよね、トップ選手でもね、ハーフマラソンだと20分ぐらい結構速いペースでジョギングするんですよ、トップ選手は。だけど市民ランナーの人ね、私見ているとね、ウォーミングアップ一生懸命やって、で最後レースの後半、ウォーミングアップよりも遅いペースでヨタヨタしながら帰ってくる人結構多いんですよ。だからやりすぎないことが大事。さっき言ったように動的なストレッチでちょっと体温めて、
まあ走る確認ぐらいかな、5分ぐらいジョギングしたらいいんじゃないかなって私は思っています。ご飯とかは、はい、なんか本番の前にお腹空いてるのも嫌なんですけど、お腹いっぱいな状態で食べにくいなと思って、まあ、直前はね避けた方がいいので、レースの3時間ぐらい前に食べ終えたらちょうどいいかなと思うので。お腹いっぱいになるまで食べた方がいいですか？いや、お腹いっぱいになったらもう走りに行くのになったら大変やから、まあ、3時間前とはいえ、まあ、8分目ぐらいで、ちょうど3時間で消化してくれていい感じにスタートラインにつけるんじゃないのかなと思います。フルマラソンの場合は結構お餅とか食べる人がいるんですけど、ハーフマラソンもお餅食べてもお餅パワーが出るかもしれないですね。バナナとかバナナもおすすめですね。バナナ食べます。ありがとうございます。今日、はい、なんか千葉さんにいろいろ質問できてる、うん、したからよかった。たくさん新しい情報が来てて、すごい参考になりました。全然これからもなんか思いついたことあったら、いいプライベートでも言ってもらったら全然ね、不安解消してもらって、ね、当日に向けて準備をしていただけたらなと思います。はいはい、本当にたくさん答えていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。まずは週2回の練習は最低頑張ってくださいね。頑張ります、はい、で吐き出しながら手は自然に横です。腕をブラーン、くる楽しいをぜひ、頑張ったら絶対ええことあるから、うん。